ペースを塞ぎましたからね、それがどう判断されるかですね。あそこに京田選手がいなければ間違いなくセーフのタイミングなんで、そうですね、ちょっとですか、時間かかってますね。もう明らかにそのタイミングはアウトというか、その足入れられてないので、はい、アウトなんですけども、それに対しての現行多分コリジョンの細かいところだとは思うんですよね、うん、はい、要はあのダブルプレーの時とかっていうのはまあ崩しに行ったりしたら分かりやすいんですけど、はい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 、こういう時どうする、盗塁とかですよね、盗塁の場合とか、うん、これがアウトになっちゃうと、はい、まあ、体張ってブロックすればアウト取れるっていうことねっていうことにもなりかねないですからね。そうですね、確かに、はい、来ましたね。マイクで説明があるということはコリジョン絡みですね。三塁塁審の敷田です。セカンドベースのところで走者と野手が接触していますが妨害とはいたしません。よってアウト。プレーを再開します。